一目惚れする派。逆にこれ以外何派があるの？今期愛媛 FC から完全移籍してきました背番号23番新野誠です。バンフォーレ甲府から加入した背番号27番本田裕介です。いや、キャンプきついっすね。きついね。走ってますね。めちゃ走ってるね。どうすか若手は。若手はまあ、ちょっとおとなしいかな。やっぱりおとなしいっすか。うん、あんまりでも裕介さんそんないじられてないですね。うん、まだちょっと、やっぱ怖いのかな。来てほしいですかね。いや、まあ、行き過ぎると嫌だけど。髪の毛が青いからちょっと着にくいんじゃないですか。だもね、片荒れカラーにしましたもんね。そうだね。もうでもだいぶ気になっちゃうでしょ、うん、期待してる若手の選手います？若手誰だろうね。イナとかはすごい見てていいと思うけどね。めっちゃ頑張ってるし。イナってもうだってそんな若くないでしょ。だっていくつ？知らないです。結構いってる？26、7ぐらいじゃないですか。うん、もう俺はやっぱアキラかな。アキラのどういうところをしてるの？いや、アキラの風呂場で全裸で一発芸してくれるとか。そんでしかも全然嫌がらない。嫌がらないよね。マジっすかつってやるじゃないですか。ちょっと喜んでるもん、ちょっとね、むしろね。いいんすかみたいな。分かる。大体、本当になんかこう、こっちがやってやってって言ったらやるじゃないですか。アキラの場合ね、もう、一言言えばね、じゃあ、ちょっとやってくるか。みたいな感じで、ね、全力でやりますもんね。確かに。そういうのがね、いっぱい欲しいですね。いっぱい欲しいね。もっとぐいぐい来ていい。サッカー中とか練習中とか、ね、やっぱそういうところで、もっと自分出してほしいですね、うん。そうだね。ゆうすけさんもあと8試合でしたっけ？500試合まで、うん、すごいっすね。本当に今年の達成ね、チームの J2 昇格とすごいっすね。同じタイミングできればいいかなと思うんですよ。同じタイミングでするんですか？うん、最終節で最終節で J2 昇格と500試合、うん、今年 8試合しか出ないな。ここだちょっと低くないですか？それはちょっと、まあ、長い目で見とかないとね。そういうのも、うん、出ましょう、うん、頑張ろう。怪我せずに、はい、1問1答、これ恥ずかしいですね、うん、はい、1問1答のコーナーです。カードから引いてそれに答えるっていうのをやります。じゃあ僕から引きますね。こっちが、はい、なるね。あー、これ難しいね。これ難しいね。これ難しいですね。大丈夫その話。大丈夫。ちょっと待って。止めましょう。はい。はい。あー、あるかな。実は我慢してること。キャンプの同部屋じゃない？キャンプの同部屋かな。ああ、キャンプの同部屋岡くんなんですけど、うん、潔癖症なんですよ、うん、彼。そうだね、うん、すごいもんね。まあ別にそんなに我慢は僕はしてないんですけど、うん、ちょっとやっぱ変だなって思うところあって、うん、寝る前に、うん、エアコンのリモコンとか触れないんですよ。だからまあ寒いじゃないですか、うん、夜、うん、だから暖房つけてるんですよ、うん、でも寝る前に消すじゃないですか、うん、乾燥屋だから、うん、で、まあ、歯磨きとかして、うん、手とか洗って、うん、岡君のベッド入るじゃないですか、うん、岡君エアコン係してるんで、うん、エアコン止めるときにティッシュを持って、うん、ティッシュでくるんで帰ってきてるんですよ。何してんのって言ったら、それはやばいね、手綺麗だから無理って俺が我慢してるっていうか、岡君が我慢してることですね、ああ、これもはや。でお前が多分一緒に部屋じゃなかったら、多分テレビ屋だったら、多分いいんだよ。あ、逆に？あ、俺が嫌やん。リンが多分触ってるから嫌なんですよ。いや、俺触ってないですよ。リモコン、本当に。触ってないですよ。ありますよ、我慢してること。我慢してること。
さっきやったこの一問一答のこれだよね。あ、これね。分かる分かる分かる。我慢してやってることだよ、ね、うん、俺も我慢してます。じゃあ行きましょう、次。はい。ゆうすけさん。ああ、それはあるんじゃないですか。ゆうすけさんあるでしょ、これ。これは譲れないけど。何年目ですか。今年17年目。うわあ。でもあれですよ。サッカーじゃなくてもいいんですよ。ああ、そういうことね。私生活で。ああ。リモコン消すときにティッシュくるの。え、でも意外と難しいな。むずいっすね。そんな俺こだわりないんだよね、別に。こだわりないことがこだわりないんじゃないですか。お、それでいこう。そう。日本人はやっぱり、あるじゃないですか。ルーティーンとかメディアがなきゃいけないみたいな。ね、うんうん、あれ外人ないらしいですからね。そうだ、何でもいいっていう。本当外人っぽいじゃないですか、やっぱ。そうだね。だからこだわりだ。こだわりがないことがこだわりだね。そう、こだわりがない。何でもいけるっていう。そう。いいと思いますよ。何もないから17年もやってきたかもね。こだわりがないから逆に。あ、でもなんかこだわりね。ないっすね。食い気味の。いや、ないっす、マジで。こだわり。意外となくない。ないっすね。みんなあんのかな。いや、岡くんもありますよ。だから、ティッシュくるむとか。あれはこだわりじゃなくて、あれ潔癖だよ、ただの。あ、潔癖。あれはね、ただの。めっちゃ除菌する。そうそうそう。だって、テーブルのとこに除菌のやつ並んでますよ。何種類か。これ何って言ったら。なんか使ってんの。え、いや、違う違う、これ何って聞いたら、うん、なんか、顔にする除菌。顔をこう、シュッてやったら、顔が、この辺のウイルスを。そうそうそう、取り出すのとか、やってますよ。うん、なんだ。あの人、こだわりすごいです。すごいな、それは。次行きましょう。ああ、今までついた一番大きい嘘を告白。これ今までついた一番大きい嘘、サッカーなんですけど、うん、ね、これ誰にも言ってないんですよ、うん、親しか知らないと思う。今日言っていいの。いや、全然いいです。全然いいっていうか、もう可愛い嘘っすよ、うん、嘘を本当にしたっていう話なんですけど、うん、僕静岡に住んでて清水FCとかにいたんですけど、うん、なんか正月の番組で、テレビに出たんですよ、うん、でリフティングしてくださいって言われてリフティングしてて、うん、でこうしてるじゃないですか。小5の時 で、まあ、そんなにできなかったんですよ、うん、言っても100回できるかできないかなぐらい、うん、でやってたんですけど、うん、その、まあ、テレビだからちょっとやっぱ俺も気が大きくなっちゃって、うん、リフティング何回できるんですかみたいな感じでリポーターの人に言われて、うん、500回ぐらいですかねみたいな感じで言ったんですよ、うん、100回そこそこしかできないんで、うん、っていうのがあって、うん、で親にあれ嘘ついたなみたいなってでもその年に100回できるようにしました。うん、それはすごいね、うん、それはすごいんだけどさ、うん、それが一番大きい嘘なのだからテレビで全国的に発信しちゃってるから、まあ そうだね、それがやっぱ一番大きくないですか、うん、そうすると確かに。そうだ、あります。俺は嘘つかないからね、まずずれずれ、そういう人間になるって言われてるから上に。あ、うん、でも嘘つかない人なんていないですよ。いい嘘もありますから。あ、相手のことを思いやってるってこと。そう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 、いい嘘っていうか、うん、嘘。まあでも嘘は嘘だからね。まあ嘘は嘘だ、うん、次行きましょう。なんでこれさ、真ん中引くんだろうね、いつも。確かに。こだわりじゃないですか。ああ。一目惚れする派。逆にこれ以外何派があるの。まずこっから入りますもんね、まず、うん、一目惚れ。でもさ、外見に一目惚れするのかさ、うん、そのさ、話した感じのさ、うん、この感じに惚れるのかさ。俺はもう雰囲気派っすね。あ、わかるわかる。わかります、うん、わかるわかる。雰囲気派、ほんとにほんわりとしてる、うん、派。ほんわりとしてるわどういう派だろうほんわりとしてる。でもまずでもやっぱ顔をやっぱ見るじゃん。まあそうですね、相手のさ、やっぱまずさ、その男でも女でもさ、まあ、そっから入りますからね、まず、ね、
うん、俺も肩来た時に顔見た時に、あ、こいつ合うかな、合わないかって見てて、うん、リンが一番合わないかと思ったんだけど、おい意外と合ってたからおい、おかしいな、おかしいな、うん、結構二人組とかで全部おかしいな。でもこれはね、まあ大体そうっすよね、うん、みんな一目惚れっていうか第一印象でどう思うかだよね、そうだね、うんうん、はい、かな、次いきますか。あー、共通点、好きになる人の共通点、好きになる人の共通点はやっぱ優しいかな、うんうん、大事だね、結局優しさじゃないですか、人が出てくる男も女も、男も女も、うん、やっぱ優しさがあれば、まあそうだね、何でもなると思うんですよね、うん、俺は。だから優しさかな、うん、どうすか、で優しさってか気がつく、気が利く人がいいよね、あ、いいですね、なんかこう全部こう気を使ってやるってわけじゃないけど、こうね、こう相手のことを思いやってこうやってくれる人がやっぱ、そうですね、それはやっぱいいですね、うん、ちょっとこれあのもう引き出しないんで次行きましょう。今の引き出しないんですけど、共通点はちょっと、ああ、ありそう、これ締めに一番いいんだよ、人生の格言、ありそうありそう、これ多分1年目からね、多分ずっと多分ほら書けるじゃん、いや、あの、アンケートが好きな言葉とかさ、俺多分ずっと書いてると思うんだけど、書くときは書いてるんですか、書くって何ですか、努力、深いっすね、深いっす深い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 、努力は深いっすよ、いや、努力はやっぱこれはすごい大事だもん、うん、まあ、17年やってるだけ、うん、あってね、うん、深みがありますね、そう、まあ、その、まあ、17年やってきて、まあ、いろんな経験もしたけどさ、うん、やっぱ努力は裏切らない、裏切らないというか、やっぱね、どんな時もやっぱこう頑張ってれば何かしらね、見てくれる人がいるし、俺でもあのよくそのあの別に否定するわけじゃないですけど、うん、努力ってまあまあ裏切りませんけど、なんか結果が伴わないってこと、結果が伴わないことがほとんどだけど、うん、努力しないと何も起きないよっていうのをよく感じます、うんうん、ね、してないで後悔するよりして後悔の方がいい、うん、そうだね、絶対何かしら、ね、うん、チャレンジして失敗して後悔した方が絶対いいからね、うん、それはあると思う、深いっすね、深いっす、まあ、なんかあの格言は、これ格言はあんまないんですけど、こだわりないんでけど、まあ、高校生の時の、高校の、うん、なんかあるじゃないですか、いろいろ高校でこう、なんていうの、こういう、全然わかんない、わかんないですか、高校の時によく言われてたのが、うん、なんか雑草のごとくたくましくっていう言葉があって、うん、そのまあ、雑草のように踏まれても踏まれても立ち上がってみたいな、うん、多分そういうニュアンスだと思うんですよ、うん、あんまわかんないですけど、その言葉がいいなと思って、うん、まあ、ファンの方になんか書いてくださいって言ったら、うん、とりあえずそれ書いてます。そんなこと、たくましく、たくましく書いてます。はい、まあ、たくましくね、受け入れるかどうかわかんないですけど、うん、まあ、いい言葉だなって思って、うん、そうだ。でもそんなこだわりないんで、うん、そんな深くは考えてないです。ぐらいが多分ちょうどいいですよね。そうだね。うん、あんまりこうね、思いついてもね、うん、そうついても使えると思うし。ってことで、うん、まあ、今年は、2020年シーズン、まあ、富山が昇格できるように頑張りましょう、あの17年のキャリアのピッチ内外でもね、そうサポートできるように、はいはい、お願いします、はい、最年長なんで、はい、頑張ります、頑張れよ、はい